大家ネットの平林昇です、今回は賃金と家賃ということでお話をさせていただきたいと思います。まあアパート、これ生活インフラのまあ一部ということで、この生活費とですね、この家賃の割合っていうことになるかと思うんですね。まあ食事との割合ってことになれば、こうエンゲル係数なんてこともあるかと思うんですが、まあ、実際ですね、この生活費がどんどんこう目減りする中でですね、この家賃がこう高止まりで、まあ、どんどんとこのいわゆる何ていうんですかね、家賃の比率っていうものがこう高くなって、ある意味じゃなかなかこう何ていうんですかね、生活がこう難しくなっていくっていうような状況にこういわゆる借り手側はこうなっていってるわけなんですね。でこういうことをですね、いわゆるその分かってこうアパートのですね、いわゆるこの貸し手側がですね、そのことに対する対応っていうことをどこまでしてるかっていうことなんですね。で実際そのこの現場を分かってる人たちが実際この業界にどれだけいるかっていうことかと思うんです。で実際アパート大家さんにしてみれば、もうこう借りてる人の顔も知らないとかですね、ですからある意味ではもう決めたそのいわゆる書類に判行してくれた人だけがお客さんみたいなですね、そういう形でずっと来てるわけなんですね。でそれがバブルのいわゆるビジネスモデルをそのままにこう引きずってですね、で実際もこのバブルと同じようなこう消費行動の取れないいわゆる一般ユーザーっていうんですか、貸し手側に対してバブルの対応っていうことだと思うんですね。ですからこれミスマッチがあって当然かと思うんですね。ですから借りたいんだけどもう高くてっていういわゆる借り手側とですね、実際どんどんこういわゆるお客さんがこういなくなってですね、いわゆる空室になっていくこう大家さんっていうんですかね、こういういわゆる状況があるんだけれども、ここを調整する機能がないってことですね。ですから、まあ、このところが、まあ、今一番こう問題点かと思うんですね。で実際この、まあ、一つのこの賃金っていうところのお話なんですが、まあ、私のちょっと働き方をこうご紹介するんですが、まあ、2時間が、まあ1日をですね、まあ、3つに分けてですね、朝はこう新聞配達でだいたい2時間くらいで8万円くらいなんですね。であと10時から3時がこれ近くの介護ショップで、これも毎日なんですね。でこれ時給850円のだいたい月にそうですね11、2万くらいですかね。であと月に半分なんですが、だいたい5時から11時夜中の12時頃ですね、これ松本市 のビジネスホテルなんですが、こうフロント業務やってます。でこれがだいたい8万ちょいくらいですかね。でこれがまあ時間から見た一つのこう収入の取り方なんですね。でたまたま私はこうローテーションがこうきれいになってるもんですから、1日をこう3つに分けてですね、こう収入になってるんですが、まあ普通のですねパートってことになると、まあ月々のこうローテーション変わるもんですから、まあ1箇所がせいぜいってところなんですね。ですからいいとこ10万とかですね、これが実際にですね、そのいわゆるこう地方っていうんですかね、時間を中心としたもののこう稼ぎ方なんですね。ですからこう例えば新聞配達一つ見て8万ってことになると、本当に1ヶ月分の家賃もしくは2ヶ月分の家賃ですかね、で大の大人ってことになると思うんですね。でそういうことが実際その家賃のその原資になってると思うんですね。そういう働き方をしたお金がですね、でこういうこと自体がですね、いわゆる数字になれば多分5万だ10万だって数字に出るんですけど、やはりその裏にですね、どういういわゆる生活の中を捻出したお金かっていうことが分かった金額っていうことをですね、やっぱりこのアパート業界の人たちは知ってほしいってことですね。でそれを不労所得とかですね、あるいはアパート投資とかですね、いわゆるその現場にこう人がいなくてですね、何かこういわゆる勝手にこうこの業あのいわゆるアパートが動いてるじゃないかみたいなですね、そういう錯覚だけはこうやめてほしいっていうことかと思うんですね、一般のこの借り手側からするとですね。ですからまあここら辺の調整をするにはですね、やはりこのいわゆるアパート大家さんがですね、現場に出てですね、まあ状況の把握っていうことかと思うんですね。で実際まあこれからですね、もうどんどんとこの大家さんもいわゆる借り手側がもういわゆるもう今の条件じゃ難しいってことでどんどんこう去っていくと思うんですね。そうするともう実際問題としてこうアパート業も成り立っていかないっていう状況がこれからますます続くと思うんですね。
ですから、どういうふうに調整をするかってことは、やはりこれ市場に聞くしかないと思うんです、アパート大家さんが。で、そこからもう一つこうビジネス、新しいビジネスモデルってものを作ってですね、対応するっていうことかと思うんですね。ですから、この賃金と、まあ、家賃の関係ってことなんですが、ね、まあ、例えばこう新社会人にとってみてもですね、例えば初任給20万の中の6、7万をですね、ある意味ではこうアパートにこう振り分けてるわけなんですね。で、なかなか今こう給料が上がらない中でですね、延々とこうアパート代のために働いてるような部分ってこう錯覚として起きちゃうような時代なんですね、今ね。ですから、そういうふうに考えた時にですね、もう一度このいわゆる生活費の中の家賃ってどういうとこからどういうふうに生まれてくるかっていうことをですね、やはりアパートに関わる人たちがもう一度ここを認識をするってことが大事じゃないかと思うんですね。